皆さんこんにちは、アコーディオン奏者の田中俊之です。いつもチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。前回の、ジャンゴ・レインハルトのねマイナースイングの演奏のあのコメント欄にですね自分でコメントしたんですけど、次回は、スイングについて詳しくお話ししますっていうふうに言いましたので、今日はそういう感じでお話し進めたいと思います。まあいつものように雑談トークですけど、最後までお付き合いください。さて最初に演奏したのは、パリサイ、まあ邦題パリサイっていう曲ですね。アパリダンシャフォーブ、これあのフランスのフランス映画のタイトルなんです。でそのタイトルの邦題がパリサイということで、今日の7月14日、フランスの革命記念日のことを日本でパリ祭と呼ぶようになったわけですね。どういうふうに今回のお祭りがやられてるかはちょっと後で確かめてみたいと思います。というわけでそのパリ祭という曲、まあ、映画のパリ祭の中で使われたメインテーマ曲を、ピアノのあらかじめ録音した伴奏とそれからアコーディオンで演奏してみました。さて本題に入りますと、スイングアコーディオンラボと最近ちょっとチャンネル名を変えましたけど、まあそんなことはどうでもいいんですけど、とにかく、私にとってアコーディオンっていうものの魅力の一つにそのスイング感というのがありまして、特にあのミュゼットが好きなのですが、ミュゼットの中でも1930年代そして40年代に生まれたスイングミュゼット、まあこれ通称なんですよね。日本であんまりスイングミュゼットって言葉は聞かないと思いますけど、フランスのミュージシャンは結構、使っていましたというか、そういうミュージシャンと昔知り合いだったんですけども、代表的な演奏者アコーディオニストはギュス・ビズール、それからトニー・ミレナ、あとジョセフ・コロンボ、この辺でしょうかね。でその系統は脈々と、まあ、受け継がれていまして、もう亡くなられましたけど残念ながら、有名なところではマルセル・アゾラ、それから同じマルセルで、現在もちゃんと活動しておりますがマルセル・ロフラーというちょっとあのマヌーシ系のねあのアコーディオニスト素晴らしい方がいますね。マルセル・ロフラーと私は同い年、まあどうでもいいんですけど、はい、彼らの音は本当に好きですね。で一番最初に アコーディオンを、まあ一旦中断してアコーディオンを再開したのはそのパリミュゼットっていう CD だったんですけど、まあそれについては前回の、動画をぜひ見ていただきたいなと思います。その時に一番感銘を受けたのがあの全てその CD の中の曲が全部そのスイングミュゼットでは決してなくて、まあごく一部なんですけど、やはりこのギュス・ビズール、トニー・ミレナ、ジョセフ・コロンボ系の音楽を演奏した現代の、まあ現代といってもねもう30年前になりますけど、アコーディオン奏者が演奏したバージョンが本当に好きで、それをなんとか再現したいなとずっと思いつつやってきたわけです。ちょっとギュス・ビズールの代表的な曲で私以前に2回ほど動画を上げたかもしれませんけどスイングワルツ、スイングワルツですね。まさにそのスイングって言葉が入った曲をちょっと演奏してみますね。まああまりうまくいかなかったかもしれませんけど、一応そのスイング感を持って弾くようにしていました。
で今日の動画が、もしかするともちろんスイングミゼット系がお好きな方は当然なんですけど、そうじゃない方、スイングミゼットは別にあんまり気にならないけども、アコーディオンがもっと生き生きと弾いてみたい、なんか自分の弾いてる音がなんとなく平坦でつまらないとか感じてたり、なんかねちょっと魅力がないんじゃないかって思われてる方もしいらっしゃったら、もしかするとためになるかもしれませんよ。であくまでも私の趣味のお話なので、全ての人がこういう風に弾かなきゃってことはもちろんありませんので、その辺はお間違えないようにお願いします。はい、まあ、今やったように、まあ、スイングの要素っていうのは、まあ、ジャズでよく言われることですね。まあ、スイングっていう言葉はまずこう揺れるとか、なんていうんですか、まあ、ゴルフのスイングとか野球のスイングもそうですし、ブランコとかゆりかご、ああいう感じでこうゆったりと揺られる感じ、それがスイングっていう言葉の由来ですよね。でジャズの要素になっていますが、それは具体的にじゃあどういうことかっていうと、まあこれ本当に深い話ですので、本当にいろいろあるんですけど、まあ簡単に言うとこの、8分音符の弾き方ですね。8分音符の弾き方が違うんですよね。例えば C メジャーのスケール、8音調のスケールを普通に弾くと、分かりやすいように音8つでレまで往復するように弾いてみますね。はい、これ普通にタタ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 タ8分音符で弾いているわけなんですけど、これをもしスイングっていう要素を取り入れて弾くとしたらこんな感じになると思います。分かりになったかもしれないですけど、蛇腹を使いますね。というのは、この8分音符のところにちょっとアクセントをつけたり、アーティキュレーションで、ちょっとスラっぽい部分をつけたりするんですけども、そのアクセントっていうのはあくまでもアコーディオンでは蛇腹しかないので、例えばピアノでしたら強弱ですね、力の入れ加減で強弱を出せますので、ギターだったらピックのこう加減ですね、簡単に出せます。まあ簡単というと失礼かもしれないけど、それから管楽器、サックスですとかトランペットですとかクラリネットですとか、これは基本的に息、そしてタンギング下ですね、これで強弱とかこういうニュアンスっていうのは出せるんですけど、アコーディオンはあくまでも、右手で押さえてる部分、ボタンだったり鍵盤だったりっていうのはあくまでもこう弁を開けるためのスイッチなので、この弁を開けた後にですね、蛇腹で強弱をつけるということになりますね。まあメリットとしてはそれはいくらでも伸ばせて強弱をこう変化させられるってことはあります。でもこのやっぱり8分音符で、こういう感じはやっぱり蛇腹じゃないとダメですね。いくらこっちで強く弾いても意味がないんです。まあ意味がないことはないですけどね、そういう動きに蛇腹が伴うで結果としてそういう音になるってことは考えられますけどね。はい、だからまずはこのスイングっていう要素がその蛇腹を使って出すっていうことをまず頭に置いていただいて、もう一つは、このスイングはね、特にアコーディオンの場合ちょっと話をしますね。アコーディオンのこの音と音の間って実はちょっと感覚がいるんですよ。
完全にレガート、レガートというのは音と音の間の切れ目をなくして滑らかにつなげることなんですけど、もしそれをアコーディオンでやりすぎるとこんな感じになります。ね、ちょっと重なってるとどうしても汚い音が出てしまいますよね。これが例えばピアノだったらポンって出した音はどん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 減衰して小さくなっていきますんで、多少こう重なってもあまり気にならないということはあります。それから他の、そうですね、ギターなんかでは基本的に音が重なるってことはまずないと思いますね。あの指で押さえた音、それをピックなり指なりでこう弾いて音を出すわけだから、2つの音が連続した場合重なるってことはないと思います。和音とかはもちろん重ねますけどね。はい、というわけでアコーディオンはこういくらでも音を重ねて同時に出すことができて、しかも音が伸びるわけなんで、このレガート滑らかに弾こうと思って、やるとどうしても汚い音がところどころ出てしまって、全体的にちょっとなんか冴えない演奏になりがちなんで、ここのところをまず気をつけていただいて、そうすると、じゃあレガートじゃないってことは なんていう、そう、レガートじゃない、ノンレガート、ノンレガートっていう言い方ですね。これは、簡単に言うとスタッカートっていう概念がありますね。音を、まあ、半分ぐらいの長さに短く切って、まあ、いろんな長さがありますけどね、これをだんだん広げていって音と音の間にちょっと隙間ができるぐらいな感じで弾く、このぐらいな感じで弾いていただくと、全ての、音が重ならずに、変な音にならずに、かつ、まあ、滑らかに聞こえるわけなんですね。アコーディオンの音の特性は多分このぐらいでちょうどいいんです。これでスイングの感じを持って弾きます。でバンドみたいな時ね、他にギターとかベースとか、ピアノがいて伴奏系があって、その上で、右手のアコーディオンのメロディーを生かすだったら、さっきやったように蛇腹でいくらでもこう、いくらでもっていうか難しいですけど、できるわけなんですけど、アコーディオンソロの場合は左手が出てくるので、いちいちそんな蛇腹をこう操作してたらすごいギクシャクした感じになりますから、最終的にはやっぱりその感じをそうイメージしつつ弾くっていうことになりますね。ただしやっぱり、8分音符はあくまでも、まあ、これよく言うことなんですけど、3連符の1と3いったあたたあたたあたっていうので、さらにその3番目から次の1拍目の頭にちょっとスラーがかってくる、で3番目がちょっとスラーがかかるっていうことはアクセントがつくんですね。そうするとえ、いろんな要素がありますよ、いろんな弾き方があります。テンポによっても違います。ゆっくりだとこんな感じになりますね。さあ実際の曲でちょっと表現してみたいと思います。そうですね、今まあ4拍子で弾きましたけど、アコーディオンですからやっぱりちょっとミュゼットの、有名なところで、これトニー・ミレナとコロンボの合作だと思うんですけど、アンディ・フェロンスという曲がありますね。これを
まあ、これも私前に録画アップし動画アップしてると思いますので、そちらの方もぜひ見ていただきたいなと思いますけど、これをじゃあ、スイングミュゼット系の雰囲気でちょっとだけ弾いてみましょう。はい、ちょっと間違ってしまいましたけど、まあ、こんな感じですね。もしですね、これをそういうスイングのことを全然気にしないで弾いたら、つまり、これ譜面で見ると譜面は全部8分音符が並んでますので、譜面通り演奏してみたらこんな感じでしょうね。はい、違いお分かりになりますでしょうか。で、別にこのように弾くのが悪いってわけじゃないです。あくまでも趣味の問題ですのでね。もう一回スイングの形で弾いてみます。そうですね、このミュゼットっていうのは基本的にダンスミュージックで、バルミュゼットっていうダンスホールで演奏されていましたね。つまりそのダンスホールっていうのはやっぱりプロのダンサーが踊るとこじゃなくて、一般大衆の方がやってきてこう楽しむための、ダンスをするわけで、当然まあ上手い人もいるかもしれないけど、他とあんまり上手くない人が多いわけです。今弾いたアンディ・フェランスもね、早く弾く人いますよね。はい、あんまり早く弾くとね、踊れなくなりますよね。別にあの演奏としてはそれはそれでいいんですけど、やっぱりこうもっとスイングする感じで踊る人がゆったりとこう乗れる、まあワルツはねこう輪になって踊りますからね、目が回りそうな感じですけどね。なのでこうやっぱりゆったりした感じの方がいいんじゃないでしょうか。それからまあテンポによってはジャバみたいな感じで演奏することもできますよね。ジャバというのはまあこんな感じ。まあこんな感じ。はい、まあこれもまあミュゼットの、一つの要素ですので、いろんなものが混ざって演奏生かされるわけなんですけども、基本的にはまあ、ジャバとかそういう感じの、リズムと、それからスイングジャズから来てるそのスイング感が合わさったものだと思います。はい、そうですね、もう一つやってみましょう。ルイ・コルシアスっていう、素晴らしいアコーディオニストがいまして、その人のこれまた有名曲で、ラ・ルーロットですね。邦題は旅芸人の馬車。この放題は多分パリミゼットの発売に合わせて誰かがお付けになったんだと思いますけどね。こんな曲です。難しいですね。突然弾くとなかなか大変ですけど、これ今のところはもちろんスイング感が必要なんですけども、そうですね、今のところはまあ形式で言えば A の部分、次が B の部分ですね。
はい、ここに8分音符がたくさん出てまいります。でこういう場合は特にそのスウィングの、アーティキュレーション、ああいう感じが生きるわけなんですよね。それから C の部分、まあ、トリオって言われてるところにはこんな、で、こんなずっと3連符が続く場所がありますけど、これもやっぱりスイングの要素の中から来てるんだと思いますね。この3連符の最初と終わりを使えばタタ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 ってこういう感じになりますね。このスイングの感じはこの普通の4拍子あるいは2拍子こんなスイングの、曲の場合でも当然活かされるわけですね。イヴ・モンタンの有名なセシボンという曲がありますけど、はい、こんな曲ですとか、そうですね、それから You'll be so nice to come home to、帰ってくれたら嬉しいね、ですとか、On the sunny side of the street ですね。いろいろスイングについてお話ししていますけども、そうですね、まとめますと、まずスイングという要素のお話の前にアコーディオンの大事な発音の仕方ですね、音と音を重ねない、レガートでも音と音の間隔を詰めすぎないってことですね。なかなか難しいところではあるんですけども、まずこの辺を押さえていただいて、そして、スイング感についてはですね、ジャズでもミュゼットでもとにかくたくさんいい音源を聞いていただく、やっぱり本場の方がいいですね、参考になると思います。そして、古い録音もいいんですけども、何回も言ってますけど、新しい90年代のパリミゼットの CD、 あれは本当にやっぱり参考にしたいですね。そんなところで今日はまあダラダラとまたお話ししてみました。次回はまた、動画を何かアップしたいと思いますので、お楽しみに。ありがとうございました。